こんにちは。ビートルズワールドニュースです。今日は、ポール・マッカートニーとセント・ヴィンセントがコロナ・キャピタル2024で忘れられないライブを披露したとのニュースです。話の前にチャンネル登録をまだされていない方は、チャンネル登録を、視聴後は高評価をよろしくお願いいたします。では、開演します。 数日前にメキシコシティとモンテレイで公演を行った後、ポール・マカートニーが昨年6月にフェスティバルのラインナップが発表された時から予告されていた通り、コロナ・キャピタル2024のステージを行いました。彼の比類なき才能だけでも素晴らしいショーとなるはずでしたが、彼はさらに 特別なゲストを招くという一歩先を行く演出を見せてくれました。そのゲストとはアニー・クラーク、別名セント・ヴィンセントです。ポール・マッカートニーが自身のパフォーマンスにセント・ヴィンセントとフェスティバルでショーを終えたばかりのジャック・ホワイトを迎えたのです。 これはセント・ヴィンセントが登場した翌日の出来事でした。セント・ヴィンセントは約20年前からインディー音楽シーンを支配してきたアメリカのアーティストであり、卓越した歌唱力、多くの楽器演奏のスキル、そして心に響く楽曲を作り出す才能を持っております。彼女は、 21世紀最高のギタリストの一人とされ彼女がテイラーの大ヒット曲「クルーエル・サマー」を共作するなど時代を代表するアーティストたちとコラボレーションを行ってきましたそしてもちろんポール・マッカートニーともですコンサートの前半が終わった後、ポールは観客に 時をめぐる旅に連れて行きたいと語り特別なゲストを招待したことを明かしましたその大物ゲストがセント・ヴィンセントだったのです自身のブランドのギターを手にしたクラークはポールと共にゲットバックの 壮大なバージョンを披露し、なぜ彼女が歴史上最高のギタリストの一人とされるのかを見事に証明しました。兄は素晴らしい友人なんだ。兄はセント・ヴィンセントのことだよ。と、ポールは彼の最も有名で愛されている曲の一つを共演してくれたクラークに感謝を述べ、 彼女を送り出しながらマイクで説明しました。しかし、ポールはそれだけでは満足しませんでした。彼はメキシコでの最後のショーを締めくくるために、再びアニーと今度はジャック・ホワイトも呼び寄せ、ビートルズの名曲、The End を共に演奏したのです。 メキシコでの愛は、ポール・マカートニーとセント・ヴィンセントが共有する多くの共通点の一つです。音楽への情熱だけではなく、二人が共通しているもう一つの点は、ギターへのこだわりです。実際、かつて彼らは、ライブ配信でポールが彼女の楽曲で使用されたギターの音を称賛し、 彼女がその音が自身のブランドアニー・ポール・ミュージック・マンのモデルを使用したものであると答えた際、彼が驚いたというエピソードがあります。このギターの品質を確保するため、彼女は制作に深く関与しております。今回のコロナ・キャピタル2024でも、 彼女は自身のギターを使いゴシックの女神のような黒のサルトリアルな衣装で舞台に立ちましたそしてそのギターはマッカートニーのショーでも使用されましたこの歴史的な瞬間を生み出した美しい友情はデザイナーのステラ・マッカートニーの父であるポールが かねており、アニーのファンであると公言していたことがきっかけで始まりました。彼は、彼女と一緒に仕事をしたいという思いが強く、自身の曲、Women and Wives のリミックスを、マッカートニー3イメージドで依頼しました。セント・ヴィンセントにとって、これは全く、 そう、そうのことでしたが、当然ながら了解しました。そして彼女がバージョンを送った後、ある日、ポールが彼女に直接電話をかけてきて、君が作ったものが本当に素晴らしい、と伝えてくれたことに驚いたと、クラークはジェームス・コーデンのインタビューで語っています。 それ以来、彼らは非常に親しい同僚としての関係を築き、お互いに多くの愛情と尊敬を持つようになりました。フェニアス・オコンネルやフィービー・ブリッシャーズといった音楽業界の友人を共有することで、彼らの絆はますます深まっていきます。ポール・マカートニーと リンダ・イーストマン夫妻の次女であるステラ・マッカートリーについて言えばセント・ヴィンセントは2024年のグラマー・メキシコ・ラテン・アメリカ・ウィーメン・オブ・ザ・イヤーでステラのデザインを着用しましたこのイベントで彼女はイノベーション・イン・ミュージックを受賞しました 才能あふれるアーティストである彼女は、全身黒のテーラードスーツを着て受賞しました。この装いは、深いネックラインのブレザー、フロントとバックにスリットが入ったミデススカート、シアタイツ、そしてレザー製のローヒールシューズで構成されていました。 さて、コロナキャピタル2024でのショーの話に戻りますが、ポール・マカートニーとセント・ヴィンセントの共演を目撃した人々は、地球上で最も幸運な人々でしょう。なぜなら、伝説的ギターリスト二人を目撃しただけでなく、おそらく、ビートルズの一員によるメキシコでの 最後のショーの一つにも立ち会えたからです。以上、ポール・マッカートニーとセント・ヴィンセントがコロナ・キャピタル2024で忘れられないライブを披露したとのニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからもポール・マッカートニーのライブを追いかけていきますので、チャンネル登録、高評価、 そしてビートルズワールドニュースの他の動画をご覧になっていただけますようによろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ハローグッバイ。